こんにちは、今日から俺は YouTuber さんチームの鈴木健一郎です。今日はですね、見事 CD デビューを果たしたミュージシャンのサインジムプラスの増田さんとちょっと久しぶりに動画を撮ろうかなと思います。また音楽の方はエンディングに流れてますんで、ぜひご視聴ください。おっす。じゃあすいません、今日はよく左回りをやらはるんですけど、まあ、左回りでジャブとかちょっと打ってもらっていいですか。まあ、増田さん、めちゃくちゃ上手にできています。で、よくあるのが、こう、ジャブ打ったときに、まあ、こっち側にこう、ザーッと流れちゃって、そう、もうどのパンチも当たらへんって、どのパンチも当たらへんみたいな、この左回りは、僕はあんまり意味がないと思ってまして、意味ないところがだん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 、この、行く手をこう、遮られて、詰められる原因になると思ってますんで、まずは、やってほしいのが、まっすぐ打ってから攻撃のために動くっていうのをちょっとやっていただきたいんです。ジャブ打って、びっくりした。おーす、ゆっくりですね。ジャブ、おう、おう、ここですぐ回って しようとすると攻撃できなくなるんで、ジャブ、おっ、そう、ね、あ、うん、でも今のこう流れてるじゃないですか、これちょうど悪い感じなんで、攻めるつもり、攻めるつもり、あ、それじゃ浮いてないんで。攻める、そう、ウジラシそこでつけてくる。で、今横に行ってるじゃないですか、もっと前です。この感じ、ボン、ウジラシつけてきてください。そう、押す、そう。で、今のでしたら2歩でバン、うん、お、さすが、さすが、さあ、あ、いいですね。これが僕左回りやと思ってるんですよ。最初にやった増田さんがされた、これは攻撃につながらないんで、あんまりいい左回りじゃないので、さあ、はい、ドン、ドン、ドン、そう。でも、まあ、ボディは今、試しにやりましたけど、まあ、一番もっと当たるのは、ドン、うん、ジャブですよね。ドン、ああ、さすが。ドン、そうそう、2歩目しっかり入る。ドン、あ、失敗した。ドン、おー、いいですね。でこれができるようになったら次はワン、ツー、ドン、ドン、そうなんです。このままひねった状態で、ドン、ドン、そうで、手はしっかりガードに戻して、おーす、はい、あ、あ、手は戻してください。ドン、ドン、ああ、そうです。いやいや、もういいですよ、リアルが伝わるんで。これやっぱね、ワンツーってからもこっち側回りってすごく難しいんで、できひんとやっぱりこの仕切り直しみたいな動きになっちゃいますんで、しっかりとこう攻めに行く、攻めに行く姿勢っていう感じが、ああ、いいですね。横に行きすぎず、もっともさあ、さあ、ナイス、さあ、さあ、うん、アッパーでいきますか、そうです、そうです、そうです、頭の位置からのアッパー、そう、そう、おーす、っていう感じで、左回り、みんなの左回りにいろいろとこの最初から惰性であると思うんですけど、こういう日も左回りじゃなくて、しっかり攻める意識で、攻める意識で左回りができると、もっとモラーで攻められると思います。以上、そんな楽器をされてます。おっす。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ長かったんじゃん。